ティンコはノルウェーにある湖。欧州で第3位、世界で第23位の最大推進を有する。ティンコの流入河川、流管の周辺。ベストフォルオテレマルク県の基礎自治体であるティンと、ノトデントにまたがるティンコは、南北に長細い湖形を持つ。全長は3 5トル幅は0.24から2 4キロメートルで、 およそ10キロ立方メートルの水を貯めることができる。西側からマナ川が、メース湖から、流巻を経由して流れ込み、北側は MR 湖、ゴイスティバートン湖、カルホブゾフィオルデン湖から、MR 川を経由して流れ込む。ティン湖は、シーエン水系の一部で、南側のチネルバ川を経由し、ヘッターール湖へ注ぐ。ナチスドイツ占領下の1944年。 ノルウェーの抵抗活動に伴って、鉄道連絡船、ハイドロが、ティンコに沈められた。ドイツは、核兵器開発に利用できる重水の大量輸送のためにこの鉄道連絡船を利用していた。重水は、ノルスクハイドロ社が、リューカンのベモルクに設置した工場で生産したものだった。船体は1993年に発見された。2004年に調査が行われ、 復元した重水のサンプルから重水素の同位体濃縮を確認した。アメリカの科学番組ノバで調査の様子が特集された。また、2018年のナショナルジオグラフィックのドキュメンタリー番組協定。海の底丸見え検証では、ナチスの秘密兵器と題して、ティンコの水を抜いたらどのようになるかを CG で再現する回がある。2004年、 重水工場破壊工作のドキュメンタリーの撮影スタッフは水深430メートルの固定付近を泳ぐ珍しい魚に気づいた。2005年4月には未知の魚の標本が2点捕獲された。分析の結果、この魚は北極イワナの近縁であることが分かった。単色半透明のこの魚は最大15センチメートルほどで表を持たない。 20世紀初頭、ティンコ周辺は豊富な水資源を利用した水力発電を背景に産業的発展を遂げ、北ヨーロッパの第二次産業革命に貢献した。ティンコを含む周辺流域の工場関係施設群は、流管ロトデンの産業遺存として世界遺産に登録されている。ティンコは、流管線とティノセット線とを連絡する鉄道フェリーとして、 連結点の役割を果たし、97件の構成資産のうち、水分関連物件を中心に、約20件の文化遺産が、ティンコから登録されている。世界で最も過酷なトライアスロン大会の一つと言われる、ノースマンは、ティンコがバイク種目の到着点である。参加者は引き続きティンコから。 1883メートル高いゴールまで42.195キロメートルのマラソンを行う大会は毎年夏に開催される。ありがとうございます。